はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、垢抜けを意識した春っぽいメイクをしてみました。いつもとはちょっと違った点が多くてですね、このご時世っていうのもあってマスクをする機会がとっても増えたと思います。マスクしてると見える部分って言ったらこのアイメイク中心だと思うので、アイメイクにいろいろポイントを詰め込んでみたんですけど、このメイクは割と普段ブラックのアイライナーを使ってるとか、ブラックのマスカラを使ってるとか、そういう方でちょっとマンネリ化しちゃうし垢抜けられないなっていう方にぜひともおすすめしたいメイクになっております。そういうことなんで、マスカラとかね、アイラインがポイントになってくるメイクなんですけど、やることは単純でとても簡単なので、よかったら最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクをしていきたいと思います。まずベースメイクをするんですけど、ちょっとピンクがかったベースになっているので、血色感もすごく出やすかったりとか、トーンアップもすごいしてくれるなって思ってます。ちょっと見ててください。今私の肌の色はこんな感じなんですけど、私肌が暗めでトーンアップとか透明感とかを出すなら結構パープルの下地がいいって言われてると思うんですけど、パープルだと変に白浮きしちゃう気がして、個人的に。だから私はこういうちょっとピンクめのカラーとかの方が馴染みやすいのかなっていう風に思うので、この下地を使うんですけど、どうですか、わかります？すごい自然な感じでトーンアップをしてくれるので、伸びもすごくいいので、本当に少量でも足りちゃいます。続いてファンデーションをしていきます。ずっとツヤ肌っていうのは結構トレンドになってきてるかなって思うんですけど、マットでグワって塗るよりかはツヤがあってちょっと自然な肌の方が垢抜けられるかな。マットだとすごいのっぺりしちゃう気がするので、骨格を際立たせるコンタリングとかをしていかないとすごい芋っぽくなってしまう気がするので、塗るときは外側から塗ってしまうと立体感がなくなっちゃって顔がのっぺりして見えるので、顔の中央らへんから外側に広げる感じで塗っていくのがおすすめです。余分なファンデーションがついちゃったなっていうときはティッシュで少しオフして崩れを防止していきます。続いてアイシャドウに移りたいと思います。今年の春メイク、ピンクカラーがすごく注目されていて、その中でもちょっと紫がかったピンクっていうのがトレンドカラーになってきているので、今回はそういったカラーも少し取り入れていこうかなっていう風に思います。まずはちょっと馴染みやすいカラーを使おうと思います。こちら左下のカラー、これをもう指で取っちゃって全体的に広げていきます。結構発色がいいのでちょっとふんわりと当てていくイメージで、私肌がイエローベースなのでこういうカラーはすごく馴染みやすくて使いやすいんですけど、さっき今年の春のトレンドカラーって言ったパープル系のピンクとかっていうのは結構抵抗があります。ブルーベースの方とかだったらすごくハマりやすいカラーだと思うんですけど、ちょっと挑戦しづらいかなっていうのはあるので、まずは馴染みやすいカラーをしっかりと塗ってあげます。そしてこちら、このイエローカラーも上から重ねていきたいと思います。めっちゃ綺麗。ちょっと目元に雰囲気が出ると思うので、黄色も難しそうなカラーに感じるかもしれないんですけど、使ってみると意外と可愛くて周りとの差もつけられるんじゃないかなと思います。すごくおしゃれに見えますよね。残ったので下にも入れてあげて、土台はこんな感じです。そしたらこちらのカラーですね、塗ってみるとね意外と馴染みやすいんですよ。目の際から塗っていきたいと思います。私は指で塗っちゃうんですけど筆でもいいかな。とりあえず目の際にこのカラーを仕込んで、これをちょっとふわっとなじませていきます。このぐらいだったらイエローベースの方とかでもすごく挑戦しやすいんじゃないかな。そしたら今のカラーを下まぶたにも仕込んでいきたいなって思うので、細めの筆にこのカラーを取って、下まぶたのこの際ですね、ここに細めに入れていきます。こうすることで目の印象が強くなるというか深みが出ますよね。アイシャドウはこれで完成です。続いてアイラインを引いていきたいと思います。アイラインってやっぱりブラックとかちょっと変えてもブラウンブラックぐらいが定番なカラーかなっていう風に思います。そのカラーも引き締まるし可愛いんですけど、今回垢抜けということなので、ちょっとまあいつもと変化をつけたいなっていう風に思っていて、でいつも私結構ラブライナーのアイラインを使うことがあるんですけど、そんなねラブライナーから新色が出たんですよ。ブラウンニュアンスコレクションっていう限定の新色なんですけど、3色あります。パッケージからしても春にもすごくぴったりな感じだと思うんですけど、カラーも可愛いんですよ。これちょっと紹介したいと思います。まずサングリアブラウンというカラーです。このカラーが
こんな感じです。すごい綺麗なカラーですよね。濃いめのカラーなので目元もちゃんと引き締めてくれつつも、でもこうちょっと赤みがかった感じのカラーで、なんかちょっとセクシーな感じっていうか大人っぽい感じの印象になるんじゃないかなと思います。ラブライナーの筆は乾燥もしにくくってにじみにくいし、すごく持ちがいいし、お湯で落ちるのでメイク落とす時もすごく楽で、そこも気に入ってます。続きましてこちらラズベリーモカブラウンです。名前が可愛い。ではこちらも塗ってみます。こんな感じです。さっきの色よりはちょっとブラウン味が強いかな。よりブラウン系のカラーなのですごくデイリー使いとかしやすい気がします。赤みが控えめなのでよりクールな印象になるかなと思います。そしてラストがこちらハニーブラウンでございます。こちらがこんな感じでございます。さっきの色はどちらかというと赤紫系な感じのブラウンだったかなと思うんですけど、この色はちょっとオレンジがかった感じのカラーというか、この3色の中では一番可愛らしい甘い感じの目元に仕上がるかなって思います。今日はこの色から何か使っていきたいんですけど、今回のメイク割とどの色でも合いそうかなって思うんですが、より目元に紫っぽい感じのカラーを取り入れたいなと思うので、サングリアブラウンを使っていこうと思います。ちょっと跳ね上げる感じのイメージで描いていきます。このラブライナーのアイラインは絶妙な液の量っていうか、すごいドバってついちゃうアイラインもあるじゃないですか。もうこれはすごい絶妙な量で出てくれるので、仕上がりも綺麗だし発色もしっかりしてくれて、このブラウンコレクションも定番品と同じなので、ラブライナーのアイラインは美容成分が入ってるんですよ。5種類の美容成分が配合されているんですけど、なのでメイクしながらしっかりと目元をケアできるっていう、そこもすごくありがたいなって思います。うん、可愛いこの色。どうでしょう。こんな感じです。じゃあ続いてマスカラをしていきたいんですけど、マスカラも私普段からラブライナーのマスカラを使ってると思います。ずっと見てくれてる方は知ってると思うんですけど、私本当ラブライナーのマスカラ大好きで、去年のベスコスにも選んだんですけど、普段はブラウンブラックを使ってるかな。なんならストックもねあるんですけど、そんなマスカラからもなんと新色登場しました。じゃん、こちらも3色あります。オールラッシュマスクのブラウンニュアンスコレクションです。このパッケージめちゃくちゃ可愛くないですか。さっきのアイライナーとのねこの統一感というか、パッケージだけでもすごく可愛いんですけど、これもちょっと全部手に出してみようかなって思います。1つ目がローズベリーブラウンです。ラブライナーのマスカラの私が好きなポイントたくさんあるんですけど、まず1個は見てもらうと分かると思うんですが、ブラシが結構ちっちゃめなんですね。細かいまつげとかもキャッチしてくれたりとかするので、そこも気に入ってます。じゃあこちらも出してみます。おお、可愛い。この色チョコみたいな、とっても可愛い色です。これそして続いてこちらアシスブラウンでございます。すごい色、これ可愛いかも。結構紫っぽいですよ。お、すごい。これマスカラなんだ。リキッドアイシャドウぐらいのめちゃめちゃ綺麗な発色です。ほんと今年の春のトレンドカラーって感じです。ラストがシナモンブラウンでございます。よっ、この色も可愛いですね。黄みが強いブラウンかな。可愛らしい感じの印象になりそう。こんなにカラバリがしっかり違うんだ。こんだけ種類があったらめちゃくちゃ楽しくないですか、メイク。可愛いな。どれ使おうかな。どれ悩む。やっぱ無難に行くならこのローズベリーブラウンだと思うんですけど、ちょっと一味変えたいならこのカシスブラウンなんですよね。このシナモンブラウンも可愛いと思うんですけど、ナチュラル系なメイクの方が合いそうかなって思うので、今回のアイシャドウがしっかりしたメイクとかだと、もしかしたら存在感が負けちゃうかもしれないですね。なので上2つ上下で分けてみようかな。上はちょっと目立たせたいのでローズベリーブラウンでいきますか。下をカシスブラウンで塗ってみようかな。絶対可愛いですよね。塗っていきます。うん、可愛い色。やっぱ私日頃からこのマスカラよく使ってて思うのが、しっかりと液ついてくれるんですけどダマになりにくいんですよ。このマスカラは本当に使ってみてほしい。一回使うと多分抜け出せない気がする。わかりますか、この目力の違い。速乾フィルム密着液って言って、すごくねこうピタッとまつげに密着してついてくれるので、全然にじみも私は気にならないですね。本当に私の中で殿堂入りしそう、このマスカラ。マジで好き。やっぱ色もめちゃくちゃ可愛い。では下まつげはこちらカシスブラウンを使ってみようと思います。トレンド感も出るし絶対可愛くないですか。行ってみよう。下まつげなのでそんなに主張は出ない気はするんですが、カメラで伝わりにくいかもしれないので、ちょっと濃いめに重ねてみたいと思います。いやでも生で見るとめちゃくちゃ可愛いぞ。おしゃれ。これどうだ、
わかるかな。逆にちょっと暗いところの方がわかりやすいかもしれない。なんかね、ちょっと、あ、このぐらい？普段こんなライトガンガン浴びることはないと思うので、こんな感じかな。ニュアンスで紫っぽいのわかりますか？めちゃ可愛い。これめちゃくちゃに可愛いぞ。見つけた。これはやっぱちょっと色味が強い感じのカラーなので、全部に塗っても可愛いと思うんですけど、下まつげだけ塗ってみるとかの方がおしゃれかも。でね、しかもこのマスカラはさっきのアイライナーと同じでメイクしながらケアできるんですよね。マスカラの方はね、なんと16種類の美容成分が入ってます。やっぱまつげって日頃からすごく負担がかかるところではあると思うので、メイクしながらケアできるんだったら絶対そっちの方がいいじゃないですか。手に出した時は結構あの紫というかピンク紫な感じでポップな印象になっちゃうんじゃないのとか思うかもしれないんですけど、まつげにのせることで、まつげってやっぱ黒いじゃないですか。その黒さとこのマスカラの色味が絶妙にコラボレーションコラボレーション絶妙に混ざって、すっごい可愛い色になる。これということで、アイメイクはこんな感じで完成です。それでは眉毛を描いていきたいと思います。眉毛は垢抜けを意識するのであれば、自分の元の眉毛を活かすアイブロウメイクが大事かなって思います。私みたいにもともと眉毛が薄い方とかが眉毛をしっかり描いて濃くしちゃったりとかすると、全体のバランスが悪くなったりとか、逆に芋っぽく見えちゃったりとかするので、眉毛はふんわり描いてあげることが大事かな。はい、じゃあこんな感じでね、一旦描けたんですけど、さらに垢抜けるために眉マスカラを使っていきたいと思います。眉毛ってやっぱり自分の髪の毛の色とマッチしてた方が垢抜けられるなっていう風に思うので、より馴染ませていきたいと思います。このひと手間があるだけでだいぶ芋っぽさが軽減されると思うので、黒髪の方とかでも結構こういう赤み系の眉マスカラとかすると一気に垢抜けたりするので、目元もやっぱ大事なんですけど、眉毛も結構大事になってくるかなと思います。さらにこっからちょっと目元とより統一感を出すために、さっき使ったマスカラカシスブラウン、下まつげに使ったやつですね、ほんのりと使っていこうと思います。こうすることで統一感も出るし、よりおしゃれに見えると思うので、まあ、これは好みになってくるかなとは思うんですが、こういう使い方もありだと思います。こんな感じかな。はい、では顔に立体感を出すためにシェーディングをしていきます。左下のカラーを使っていきます。鼻筋はこの眉毛からつなげるような感じで、ここに一回ちょっと影をつけます。そしたらちょっとここ間を開けて鼻先に塗っていきます。この筆に残ったパウダーでスーッとまっすぐつなげていきます。でこめかみに流す感じでぼかしていきます。フェイスラインはまずここですね、頬骨の下のラインに入れていく感じで、こんな感じで、そしたら顎のラインに沿って入れていきます。首との境目もしっかりとするのでフェイスラインがより綺麗に見えます。でちょっとこう後ろまでかけていくような感じで、境目が見えないようにふわっと隠していきます。続きましてチークを塗っていきます。こんだけアイメイクに色を使っているので、チークは馴染みやすいカラーでいこうかなと思ってこちらを使っていきます。なんかもっとパープル系のチークでも可愛いと思うんですけど、私の肌のカラー的にコーラル系の色の方が肌に合うので、そこはまあ無理せずこのカラーを使っていきます。さっきシェーディングしたところよりもちょっと上にぼかすイメージで塗っていきます。これパウダーのチークなので、やっぱりマットな質感が出やすいかなっていう風に思います。なんですけどやっぱ最近のトレンド的にツヤ肌がトレンドなので、ハイライトをしっかり入れてあげたいと思います。偏光パールが入っておりまして、角度によってはちょっとピンクっぽくも見えるっていう、やっぱり春だし全体的にメイクもちょっとピンク味を意識したメイクなので、これでよりおしゃれなお顔とメイクのバランスをとっていきたいと思います。ここですね。結構色物を使ってると思うんですけど、でも全体的にまとまりがしっかりと作れるので、あとは顎と目の唇ですね。そしたらラストリップを塗っていきたいと思います。ピンクベージュっぽい感じのカラーで、ちょっと明るめなカラーなので春にもいいかなと思います。こんな感じですね。でもうちょっと深みが欲しいとかっていう方は、この上からさらにこれをちょっと足してあげて、より落ち着いた印象にしてあげても可愛いかなと思います。やっぱ私は落ち着いた感じの方が合ってるかな。でちょっと前髪をね直してきます。
はい、ということで完成いたしました。こんな感じになりました。いかがでしょうか。いろいろポイントはあるんですけど、その中でもやっぱり今回の私のポイント的には新色っていうのもあるんですけど、このラブライナーのアイラインとマスカラかな。アイシャドウはね、日頃からすごく買いやすいところではあると思うので、みんないろんな独自の方法でやったりとかしてると思うんですけど、意外とこういうアイラインとかマスカラとかってすごくワンパターンになりがちだと思うんですね。でもこういったニュアンスカラーというかのものを使うだけで一気に目元が優しくなったりとか垢抜けられると思うので、見落としがちではあるけど意外と大事なところでもあるかなというふうに思います。マスクとかしてても、あ、なんかこの人おしゃれだなとかっていうふうにも見えると思うので、統一感があったカラーたちなので自分なりの組み合わせも作れると思うので、ぜひよかったら皆さんも使ってみてください。やってみてください。概要欄にも URL とか貼っておくので、ちょっとでも気になったっていう方はぜひ見てみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでですね、垢抜けをテーマに春らしい感じのメイクを提案してみました。いかがでしたでしょうか。本当にちょっと変えるだけでもこんだけ印象が変わってくるし、垢抜けられると思うので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Summer is for falling.